からそれを絞り込んで、やってみても変換するって難しいんですよね。まあこれはね、全くの余談なんですけど、まあよく言われてるこう逸話なんですけどね、ハイフェッツの話で、まあ楽屋を訪ねた人が素晴らしいバイオリンの音色でしたといったところは、ハイフェッツが F 字工にこう近づけて、え、何も音はしませんけどって言ったっていう話があるわけなんですけど、要はまあそのバイオリンのね、あの音っていうのはほぼまあその奏者が作り出しているという、まあクライスラーもその 80% は奏者の音だと言ったとかなんですが、クライスラーってすごいバイオリンのコレクターなんですよね。なんか全然説得力ないなって、そこら辺すごい難しいと思うんです。だから要はどのバイオリンを選ぶかっていうことと、そのバイオリンの音を作るのはね、奏者であるっていうのはすごくなんかつながりがないような感じもね。まあでも大体そのグルミオにしてもクライスラーにしても、まあ大バイオリニストは大コレクターでもあるんですよ。そうですね、まあ、やっぱりそうなってしまうのかなっていう、まあ、バイオリンが好きだっていうことなんだと思うんですけど、それとまあ常にもっといいバイオリンで弾きたいあるんじゃないかっていう、そういうこう限りない欲望といいますか、隣の芝生は青いというか、そういうのが ですから、まあピアニストはね、言ってしまえば、あのこんなことピアニストに言っちゃ失礼なんですけど、もう会場にあるの、まあもちろん運び込む人もいますけど、会場にあるピアノを弾かなきゃいけないっていう、まあある意味諦めっていうか、いい楽器買ったってしょうがないやっていうのはあるのかなと思うんですけどね。